様々なゲイラマンドゲイラマンドは、ラテン文字の活字書体でセリフ体に属する。いわゆるオールドフェイスセリフの代表格である。16世紀に、フランス人の活字鋳造業者、クロード・ギャラモンが製造した活字が、オールドローマンの代名詞のように言われたため、各地の活字鋳造所でゲイラマンドと名付けられた活字が、制作された。ゲラマンドは大まかに分けて、 クロード・ギャラモンの活字を元にしたものと、ジャン・ジャノンの活字を元にしたものとがある。これは、ジャノンが、ギャラモンを模倣して作った活字を、19世紀前半に、フランス国立印刷局がゲーラマンドとして復刻した、ことに由来する。ゲーラマンドからフォントを作る場合、イタリックは、ロベール・グランジョンによるものが参照されることが多い。現在でも多くの人に利用され、 コンピュータフォントにも様々なバリエーションのゲーラマンドが存在する。かつてアップルはアップルゲーラマンドを Adobe は Adobe ゲーラマンドをコーポレートフォントとして採用していた。小林明、オーブン書体に定番書体と演出法美術出版社2008年87ページステンプルゲーラマンド、明文堂タイプコスミック。 ハットアドビポストスクリプト3フォイントセット、ハットアドビポストスクリプト3リソーシズ。アドビポストスクリプトディテールズ、ハットで、アートハットアートデザインデベロップメント、ハット、ゲーラマンドナンバーレトレギュラー、ゴーストスクリプト、ゴーストプクルハットゴーストプクル。ゴーストプドフ、アンドゴーストクスプス、アーティフェックスソフトウェアインク。ありがとうございます。